今回メイク1を担当します河野ゆうきです。ではまず最初にアイブロウペンシルをアイブロウを描きやすい状態に削っていきます。今回の削り方をなぎなた削りというやり方を行っていきます。まず最初にしっかりと差し込みペンシルを削っていきます。このように少しずつ削っていきます。このようにギリギリまで薄くなるまで少しずつ削っていってください。このようになります。